これは水耕栽培で弱ってた枝豆を土に植え替えました。で、元気になりました。土に植えたら、こっちはトウモロコシ、少し芽が出てます。5月14日のトウモロコシやけ、今日が21なんで7日経ったトウモロコシ、袋栽培。こっちも5月14日に植えたトウモロコシ、だいたい3粒植えてるので、まあほぼ発芽している状態。これはボックス栽培の人参。こちら袋栽培の人参。今のところ袋栽培でも順調に成長してます。これはわけぎ、こっちも順調に成長して、こっちはほうれん草。日に当たる分、水耕栽培のほうれん草より元気がいいです。枝豆、これはダメかな。これは一応出てきよう。